はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、GK クリニック第11回やっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、更新等で期間が空きましたが、はい。今回もね、視聴者の方の褒め診断やっていきたいと思います。えー、今回のテーマはね、まぁ、あ、育成というところにね、テーマを当てて、えー、やっていきたいと思います、えー。22シーズンカードはね、まだ育成対象なのかな、とか、育成のおすすめな考え方とは、とか、どういった考えで育成したらいいのかとかね。まあ、いまいちちょっとね、ピンときてない人もいると思うし、 まあその、例えばまあ前のシーズンのカードとか全然育成する、すべき選手とかも全然いるんですけど、ただどの基準っていうのがね、ちょっと難しいんですよね。まあポジションだったりとかね。はい。そういうところをちょっとお話できたらなと思います。で、あと育成はね、まあ一人ずつやった方がいいのか、それともまあスタメンまんべんなくやった方がいいのかとか、そういったところも触れていけたらなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね、えー、今日もね、診断やっていきたいんですが、じゃあまずはね、もう最初になんですけれども、えー、視聴者の方の相談時の褒めを見ていきましょう。こちらです。はい。ご覧の通りの褒めで送られてきております。ちょっと風が強いですね。<laughs> ちょっと音入ってるかもしれないですけど。はい。 ということで、ええー、まあ、このね、褒めできてますね。で、グラマスをま、ここから目指していきたいと。まあ、どうして行ったらいいですかというところだったんで、まあ、多分ね、この褒め使ってる、まあ、4332がいいとは言ってるんですが、まあ、絶対1ではなくて、まあ、ただ多分この褒めを使ってるのは多分理由があって、多分トップ下のこのね、タイムスリップ2人並べたいんじゃないかなっていうところがあるんですよね。はい。 まあただね、まあ、そうね、この褒めだとね、まあ、ちょっとね、攻撃手段が限られすぎてるのもあるし、ちょっと手数がね、出にく、まあ要はバリエーションがちょっと少ないとん、なった時に、まあちょっと攻撃面でちょっと苦戦しそうだなというところが特にあるので、まあここに関してちょっとね、手こ入れができたらなと思いますね。ということで、じゃあ今日やっていきましょう。よろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ、ここからなんですけれども、えー、僕の方でですね、あの、視聴者の方の牧草を先に拝見させていただきまして、その中から、まあ、今回組むスタメンの中にね、まあ、入る可能性があるだろうという選手たちをね、ピックアップして送ってもらいましたので、そちらを皆さんとね、一緒に見ていこうかなと思います。じゃあ、まず、ポジション別に見ていきたいんですが、じゃあ、まず下の方からいきましょう。じゃあ、ゴールキーパーから見ていきます。こちらです。はい。ここ、二人候補がいましたね。はい。 まあ左がマリノスの高岡選手のこれ青図去年のやつね。はい。右が西川選手の今年のガーディアンのやつですね。はい。まあこれは単純にも育成差があるので、もう高岡選手でいいんじゃないかなと個人的には思うんですが、じゃあここから西川選手を育てていく必要があるのかというところに関してなんですが、まあ西川選手って今大分で、 まあ、チャレマー集会とかしたら、まあ、ドロップするんですけれども、まあ、それとかで、まあ、めちゃくちゃ、例えば、キラーになったりとかね、スキル強化がつく、つくとか、まあ、ディフェチが上がるとかね。まあ、なんかそういう要素があったらいいんですけど、うん、まあ、どうせ高岡選手持ってるんだったら、個人的にはここはそのままでもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、他のところに、もうちょっと労力を支えたほう、誘いだ方がいい場合は、特にそっちに、うん、力をかけていいんじゃないかなと思うので、まあ、そうじゃない限り、まあ、特になんか、例えば、 ね、旗集めの時に、まあ、チャレマをね、狙い目の選手がいないとかだったら、大分回ってみるとかね。まあ、それか、その、西川選手以外に大分の選手でね、ちょっと気になる選手とか、まあ、プラスで上積みしたい選手がいるとかだったら、まあ、狙ってもいいんじゃないかなぐらいかなとは思います。まあ、現状は、はい、ここは高岡選手になってくるかなとは思います。じゃ続きまして、センターバック見ていきましょう。こちらです。 はい、ここ二人でしたね。もうこの二人を使っていくことになると思いますが、え、浦和レッズのショルツ選手と、サンフレッチ広島の佐々木翔選手の、これレ、えー、浦和の方の、えー、ショルツ選手が、これ今年かなうん、今年のレギュラーね。で、佐々木翔選手は去年のレギュラーね。ちょっと、どっちも前半なんですけど、はい、ということで、うん、まあ、これもですね、まあ、ちょっと弱点はあるんですが、まあ、育成もまだ途中ということで、まだまだ、まあ、今後ね、交代の可能性とかもあるんで、 まあここはちょっと育成含めたねところで最後まとめ、まあ、今後のアドバイスのところでいろいろお話できたらなと思います。まあ、現状はこの2人で、はい、組んでみようかなと思います。じゃあ次、サイドバック見ていきましょう、こちらです。はい、えー、サイドバックここ3人なんですが、実質2人なんですよね。はい。こう、浦和レッズのね、坂井宏樹選手の去年の後半レギュラーと、これも去年なんですが、サッカー日本代表の後半の坂井宏樹選手ね。はい。 で、右が坂井豪徳選手の、これ去年、ええー、と、違う違う、えっ、ー、と、今年、え、違うな、去年のレギュラーかなはい。となっております。はい。まあ、ここ、坂井、ダブル坂井選手を持ってきた理由があって、まあ、これそもそも更新すべきかどうかというところも見てね、今日ちょっと判断しようかなと思います。これはまあ、えー、方面ね、発表の時とかにちょっとお話ししようと思うんですが、 まあ、どっちがいいのかなと。うん。まあ、ね、この3人から選ぶんだったら、もう右は坂井豪徳選手の方で固定として、左サイドバックでどっち使うかみたいな話なんですが、まあ、皆さんだったらどっち使いますかという話ですね。うん。まあ、左の方がね、ガーディアン、アーリークロス、パスカットなの,のに対して、真ん中の日本代表が、中盤のカリウドとインターセプト。で、どっちもボナセンはディフェなんですが、おそらくディフェチは、そうですね、日本代表の方がちょっと高いかな。 って感じがしますので、まあこれをどう見るかというところをね、まあ褒め発表から、まあアドバイスとかでお話しできたらなと思います。じゃあ続きましてボランチ見ていきましょう。こちらです。はい、えー、左がサッカー日本代表の中山優太選手。これ去年の後半ですね。で、真ん中が、えー、名古屋グランパス稲垣翔選手のプレーメーカー。これ去年のですね。 で、右も、えー、ブラブリッツ、秋田、小柳選手、去年のガーディアンですね。はい。これ、えー、中山選手、小柳選手はキラーとなってますが、まあ、ここ、ツーボラでちょっと組ませていただこうかなと思うんですが、まあ、現状は突の差が結構あるので、うん、まあ、左と真ん中の二人かな。うん。まあ、この二人で組むことにはなりそうかなと思います。 ま、小柳選手に関してもちょっと触れていこうかなと、今後ね。はい。まあ、ちょっと今後のアドバイスのところで触れていこうかなと思います。ま、交代枠とかではね、気をあるかもしれないです。はい。じゃあ次、トップ下見ていきましょう。こちらです。はい。ここ、左がタイムスリップ、中田秀人選手。これ、今年の日本代表のやつですね。で、真ん中が2021のタイムスリップ、小野慎二選手ですね。で、右が川崎フロンターレの脇坂康人選手の まあ今年のフォーカスプレイ第3弾かなこれ。3弾ね。はい。<laughs> フォーカスプレイわ分からなくなりますからね。いつ出たものがね。はい。ということで、ここキラなんですよね。脇坂選手がね。うん。で、えー、ここなんですが、まあスキル強化がついてるとか結構大きいんで、まあ中田秀俊選手がちょっと優勢には見えますかね。どうしてもね。うん。 だ、脇坂選手のキラーもちょっと魅力なんで、まあ、今後ちょっとね、まあ、例えば被った時とかレギュラーとか、うん、まあ、そういう時に、ま、結構育成とか、まあ、うまく被らせることができれば、まあ、そこで選手抽選も受けれたりとかするので、まあ、ここはちょっとね、レギュラー引き運にね、頼みたいですね。今から一から別に育ててもいいと思うんですけど、まあ、中田選手がいるんだったら、まあ、そんなにがっつり育てなくてもいいような、 気がしししますすけどど果たたてうううでででょょとととというとこ,ろです、ねまあ、ここころねもちょっとお話できたらなとは思い、ますはいじゃあ続きまして、ウィング見ていきましょう。こちらです。はい、ここ左がマリノス・エウベル選手の今年のレギュラーで、真ん中がサガントスの岩崎選手の、これ22の後半レギュラーね。で、右がアダユートン選手の今年のレギュラーですね。はい、となっております。 まあこれはね、ちょっと CF の選手の関係でね、まあフラスル系、まあクロス系とか、まあカットイン系どっちをスタメンでいくかとかちょっと変わってくると思うんですが、まあトツとかで反感、まあ考えるんだったらアダイウトン選手がちょっと有利かな。ここはね。はい。まあただ CF の選手との兼ね合いになると思うんで、まあここはちょっとお話すことが結構ありそうなんで、まあアドバイスのとことかで結構、はい、えー、みっちりお話できたらなと思います。じゃあウィングもう一人いましたので見ていきましょう。こちらです。 はい、ここ、タイムスリップの犬井選手ね。はい、ここは、えー、去年の分ですが、まあ、これもね、カットイン系としては、まあ悪くないです。カットイン系というか、まあ、ドロップシュートを活かしてね、まあ、フィントとドロップの組み合わせね。あと、キラーパス持ってるって感じです。まあ、これも悪くはないと思いますね、当然ね。はい、使い道あると思うんで、まあ、えー、控えなりし、まあ、先発なりし、全然あり得ると思うんで、まあ、入ってくるかもしれないっていうとこですね。はい。じゃあ、最後、CF 見ていきましょう。こちらです。 はい、ここ左がベルマーレの、えー、安倍選手ね。で、右がベルディの佐藤選手ね。佐藤良が選手ね。はい。となっておりますが、まあ、ここはちょっと育成が進んでないんですが、現状、ま、この二人ぐらいかなと、ちょっと CF の手薄なところがね、ちょっと気になるところですが、まあ、この二人別にスキルとかそんな悪くないんですよね、実はね。うん、なので、ここを育成するかどうかという話を結構ね、はい、大事になってくるかなと思うんで、えー、最後までよかったら聞いていただければなと思います。 はい。ということで、ご覧の選手たちで、とりあえず褒めを組んでみて、そこからアドバイスをしていくという流れでやっていきたいと思います。では、今紹介した選手たちを用いてえ、褒めを組ませていただきましたので、診断結果見ていきましょう。こちらです。はい。診断結果ご覧の通りとなっておりまして、まずゴールキーパーからね、ここ高岡選手のね、フれは大ズね。はい。 で、左はね、これ、坂井宏樹選手、日本代表の方にしましたね。はい。なので、ここはもう更新していいよっていう判断にさせていただきたいなと思います。で、あ、ただ、ここもちょっとお話あるな、後で。<laughs> 一応、ちょっと、後で、あの、ここについてはちょっとお話があります。はい。<laughs> すいませんでしたあ。確定ではないですね。はい。で、真ん中がショルツ選手と佐々木翔選手ね、それぞれ今年去年のレギュラーでしたね。はい。で、右が坂井宏徳選手の去年のレギュラーでしたね。はい。 で、ボランチもここ二人明言しましたが、稲垣選手と中山選手ですね。で、トップ下もここちょっと名言気味に言いましたが、中田秀俊選手。で、えー、攻撃陣なんですが、安倍選手を先発としていこうと思いまして、ここフライン、ダイナミックフライングボレーなんで、まあ、クロス系のとフラスル系のね、まあ二人かな。まあ、岩崎選手、エベル選手を先発にしておりますという感じですね。はい。で、キッカーとしては、中田秀俊選手がフリーキッカーで、 はい。で、エーベル選手はコーナーキッカー。で、PK が、まあ、育ったら阿部選手でいいと思うんですが、今んところは、まあ、中田秀利選手とかでいいんじゃないかなと思います。で、交代枠。ここ、佐藤涼賀選手を CF 変えたいね、途中でね、まあ、60分ぐらいでいいと思います。で、小野選手を、まあ、トップした中田秀利選手の交代要因で、まあ、70分ぐらい目安でいいと思います。で、アダユ選手を左ウィングね、ここ60分ぐらい目安でいいと思います。で、小柳選手を中山選手と交代ね、右ボランチね、ここ60分ぐらいでいいと思います。 で、右ウィングのちょっと交代要員がいなかったんで、ここ右ウィングが入ってきた時も変えたいですね。まぁ、あ、カットインの選手でもいいし、まあ一応佐藤良が選手目線で言うんだったらボレー持ってるんで、フラスル系でもいいです。とりあえず、まあフラスルかカットイン系の、それなりの選手が入ってきたら、ここ交代要員で使うっていうのが一番いい流れかなと思います。で、一応クラブリンクは多分裏押しな感じがしたので、裏はに一応してます。ただここはまあ柔軟に、ま手に入った選手によってちょっと変えたりとかしていいんじゃないかなとは思います。 はい。というね、診断結果で出させていただきました。まだまだね、発展途上というところがあるんですが、ここからグラマスをどう優勝していくために、どういう考え方、どういう規制の仕方をしてほ欲しいか。まあ一応アドバイスとして、うん。まあここからちょっと本番に入っていくみたいな感じになるんですけれども、じゃあ実際に、えー、アドバイスをやっていきたいと思うんですが、守備陣と攻撃陣でね、ちょっと分けてアドバイスをしたいと思います。じゃあまず守備陣のアドバイスから見ていきましょう。こちらです。 はいまずはとりあえず守備陣に関してはね、センターバックの壁をようやくね、やっぱ厚くしたいね、ここね。うん。で、まあ、ショルツ選手、佐々木選手がね、今、レギュラー同士で使われてるんですが、まあ、この2人の選手を更新を目指すとしたら、まあ、限定か、やっぱり、まあ、ショルツ選手だったら、ボリューム2レギュラーとかが、まあ、おそらく当たりだと思うんで、多分多分ね、多分ここを狙っていくべきじゃないかなとは思いますね。まあ、もしか限定が来ると、大抵当たりだと思うんで、限定が来たときはお気に入り券で必死に狙いに行くとか、まあ、そういった動きは大事かなと思います。 で佐々木翔選手はね、今現在レギュラー結構いいのが来てるんで、これの更新を狙うか、もしくは後半レギュラー、もしくは後半限定とか、まあ前半のうちにもし限定が出たら限定とか、まあそういうところを狙っていきたいかなと思います。まあただですね、まだ育成がまあ半分ぐらいしか済んでなかったので、まだ引き下がることも一応できますので、 まあ、ここの2選手にこだわる必要はなくて、まあ、これから、例えばセンターバックの結構いい選手が限定とかで手に入ったら、まあ、例えばフォーカスとかね、まあ、あり得ると思うんですけど、手に入ったりとかしたら、別にこの2人にこだわる必要はないので、まあ、そこから育成しても、まあ、全然いいのかなと思います。まあ、ただ、まあ、もちろんね、まあ、素材持ってたらいいんですけど、持ってない場合もあると思うんで、まあ、そういう時は、まあ、そ、まあ、結構いい選手だったら、もう、スパイクとか、まあ、そういうののを入れて、まあ、無理やりでも作っていっていいんじゃないかなとは思いますね。はい。 あの、で、まずは守備陣はこのセンターバックね。うん。やっぱここが硬くないと、ちょっとね、失点がやっぱどうしても増えちゃうんでね。はい。ここは大事なのかなと思いますね。はい。で、続いてなんですけど、えー、さっきのね、えー、左サイドバックね、こう、坂井博樹選手の話についてちょっとさせていただきたいんですけれども、これね、一応乗り換えという判断をしたんですが、まあ、一応このね、さっきのレギュラーと、あのー、 日本代表ね。まあ、それぞれ比べたときに日本代表の方が硬さが出そうだなというところで、まあ、あの2人で考えるとそうなんですが、まあ、ただもう今シーズン始まってるので今シーズンの限定が出ると思うんですよねそのうちね。ってなってくると、まあ、その限定を待ってもいいし何な,なら多分他のポジションの手こ入れとかもどうしても必要になってきそうなので。 まあそうなってくると、そっちの手こ入れを優先しつつ、その間に、まあ、坂井宏樹選手の限定とかが出たら更新狙ったりとか、まあ、それかここも、まあ、坂井宏樹選手に絶対こだわるっていう意味はなくて、まあ、そうね、左サイドバックの結構優秀な選手多いですから、まあ、それこそ佐々木翔選手を左にね、サイド、あの、スライドさせたりとか、もうできたりもするんで、まあ、坂井宏樹選手にこだわらなくてもいいんですけど、 まあ、裏は押しだったら、まあ、クラブリンクとかも一応あるんで、とりあえず、まあ、更新してみてもいいのかもしれません。まあ、別に育成ゾーンとかではないと思うんで、まあ、それぐらいね、裏の主力選手なんで、個人的にはまあ、継承しやすいだろうし、育成もね、しても後で、まあ、元が取れそうだなっていうところも含めて、まあ、ちょっと現在余裕があるんだったら、まあ、そこをね、先に取りかかっちゃっても、まあ、個人的にはいいと思います。ただ、大きなね、うん、まあ、視点減らすような補強、補強っていうか、まあ、更新にはならないかもしれないんですけど、 なので、まあそんなに優先する必要はないんですけど、まあできれば、まあ更新してもいいんじゃないかなとは思いますね。はい。まあただ、うん、まあ難しいね。まあ他のポジションとかがちょっと手こ入れがいりそうだったので、はい、そこに関しては先にそっちに着手してもいいのかなと思いつつ、まあ一応アドバイスとしてはここまで、はい、申し上げておきたいなと思います。まあここは多分これから攻撃陣のアドバイスとかも結構しっかりちょっとね、あの、育成とかが入ってくると思うんで、まあそこに関して言えば、まあそっちを うん、優先してもいいのかなとは言っておきたいなと思います。もし手が空いたらでいいと思います。はい、ということで、まあ、守備のアドバイスはこれぐらいですかね。あとはもうボランチとか、まあ、それぞれ、まあ、スキル構成とかあれなんで、まあ、質が高い選手とか手に入った時に、まあ更新まあ、入れ替えるかどうか悩むとかかな。まあ、そういったところかなとは思います。 まあただね、ボランチの二人もね、まあ実質守備値が高いわけでもないしね、まあ正直リーグミきカというとちょっと怪しいところがあるんで、できれば固いボランチとかが入った時は、一応入れ替え検討はした方がいいと思います。まあ誰が入ってくるかによりますけど。まあ例えば目安で言っとくんだったら、うん、まあそうね。 まあ、そうね、直近のカードで言うんだったら、まあ、フォーカスドプレイヤー第3弾の田中俊太選手とか、まあ、あそこら辺ぐらい硬い選手とかが来たら入れ替え推奨していいと思います。はい。まあ、そうじゃないとき、まあ、微妙なラインとかもあると思うんで、そういうときはちょっと悩まないといけないんですけどね。まあ、要,要は、まあ、大幅な更新になるんだったら変えてもいいかなっていう感じですね。まあ、優先度は低いと思うんですけどね。はい。まあ、一応そこも頭の中には入れておいてほしいなと思います。 はい。じゃ続きまして、攻撃陣のアドバイスね。まあ、ここはね、やっぱね、とにかくね、CF が大事かな。うん。やっぱ CF が決まらないと周りも決まんないみたいなところもあるんで、まあ、センターフォワードの点を取れる選手の加入か、もしくは、まあ、あ安倍選手がね、ダイナミックフライングボレーなんで、ダイナミックフライングボレーって結構ハマると強いんで、まあ、それを仕上げに行ってもいいと思うし、ただ仕上げに行くんだったらもうチャレマ周回をとりあえず先にした方がいいね。うん。とりあえず先にしてみて、まあ、キラーとか、A スキル強化とか、オフェセンスとか、 まあそういったところをまずこだわってつけてみて、まあそれなりに仕上がった時に育成するかどうかっていうのを、ちょっと風がすごいですね、そのね、うん、考えてみてもいいんじゃないかなとは思いますね。はい。<laughs> すーげえ風吹いてますね。なんでこんな風吹いてんださっきまで全然吹いてなかったですけどね。うん。多分動画に音入っちゃってると思うんですけど、結構窓際に近いところで撮ってんでね。まあそういうことで、まあとりあえずセンターフォワード。 ま、ここが定まらないと、例えばウィングのフラスル、フラスル系の選手を使うのか、ま、あカットイン系の選手を使うのかっていうところが、ちょっと定まらないと思うんで、はい、ここをね、まずしっかりとね、あのー、まあ、どうするか、まあ、ただま、あ今もそうですけど、ストライカーが出て、ま、あ今のストライカーもそうだし、まあ、後半に行くにつれてね、結構そういうポジション、ま、あ CF のポジションとかは結構強いカード出てくるんで、ま、あそれを待って、 つつ,つ、まあ他のポジションとか育成しちゃってもいいし、まあそこはちょっと我慢がきまあ必要ですけどね、うん、まあ、致し方ないとして、ちょっと割り切ったりとかするかもし,しないといけないかもしれませんが、まあ、既存の選手でどうにかするんなら、まあ、とりあえず阿部選手のチャレンジ会かな、まあ、それが一番手っ取り早いんじゃないかなとは思います。はいであとウイングの話ね、ウイングもねま交代4に含めてねこれからまだ仕上げが必要な段階だとは思います。 まあただね、まあ、全体的にまだまだ、まあそうですね、足りないところがあるっていうことは、まあむしろ良くて、うん、むしろね、まあ全体的なレベルアップを図ればいいだけなんで、例えばフォーカス系の限定とかにちょっと力を入れてみようかなとか、まあそういった感じでもいいと思うんですけど、まあさっき言った通り CF の選手が定まってこないと、例えばフラスル系を使うかカットイン系を使うかっていうのはちょっと難しいんですが、 まあ、ボレーを前後半で今みたいに、例えば佐藤涼が選手とかをそのままね、そういったタイプのボレー選手を使うんだったら、まあ、フラスルークロスサーでもう前後半とか入れ替えてもいいと思うし、まあ、例えば後半から出てくる選手がもうボレー使わないよって感じだったらカットイン系の熱ね、強い選手とか、まあ、アダユトン選手とか、イヌイ選手とか。うん。まあ、そこら辺でも全然いいと思うんで、とりあえずまあ、そうですね。まあ、そういったところかな。 まあ、やっぱり補強がどうしてもまだまだ必要になってくる。まあ、ただ育成をそのまま、その、なんていうかな、今持ってる選手を育成すべきかっていう話に関しては、見たところ、まあ、そんなにね、焦らなくてもいいんじゃないかなと、うん、個人的には思ってます。ただ、まあ、ちょっと時間はかかると思うんですが、まあ、今年、まあ、今シーズンぐらいしっかりとかけて、まあ、まずは土台を作っていって、まあね、それなりにいい選手を加入させていくことが、まず大事かなと。うん。で、やっぱ新しいカードの方が強いっちゃ強いんでね、 まあ、その、まず土台を作っていくという面では、やっぱレギュラーとかも結構大事に回していって、まあ、そのレギュラーで結構大事にしてた選手、まあ、お気に入りのチームとかでもいいと思うんですけど、まあ、そういったチームをね、熟にしていきながら、まあ、基礎を作りつつ、その選手の限定を狙っていくみたいな。で、運よく限定手に入れたら、その選手をスタメンで使っていくとか、そういった感じで枠をどんどん埋めていくと、意外とね、1年とかあれば、あの、全然埋まっていくので、まあ、ぜひね、あの <laughs>、はい、あの、そういったね、まあ、何て言うかな <laughs>。ちょっと難しいですけど、 はいまあ、なんかそういったゆったりした気持ちでって言ったらいいんかな、まあ、焦らず、まあ、焦る気持ちもあると思うんですが、焦らず、まあ、しっかりとやることをやっていけば、まあ、グラマスの道というのはね、必ず見えてくるんで、まあ、焦らず、しっかりと自分の,、まあその手に入った選手とかを見て、まあ、この選手を育てるべきなのかっていうね、そのレベルに達してるのかっていうところは、ちょっと見極めがどうしても必要になってくると思うんで、そこはね、焦る,焦るとね、まあ、ハードルが自然と下がっちゃってね、ちょっと育成して、また無駄育成になっちゃったとかなりかねないので。 まあこれに関してはね、ちょっと気をつけていく必要がありますかね。まあここが心の余裕が大事だと思うんで、はい。しっかりとゆとりを持って、ぜひね、育成に励んでいただけたらなと思います。で、あと最後になんですけど、全体の育成についてのアドバイスね。まあこれも、まあちょこちょこ僕のところ質問来るんですけど、まあ育成はね、一人ずつやった方がいいです。まんべんなくするより。これなんでかっていうと、まあ結構その J クラってやっぱね、新しいカードが出て、その新しいカードの方が強いっていうね、まあ一応特性があるわけですよ。強いカードになりやすいってね。 まあやっぱり差がついてくるんですよね。例えば2023シーズンでも前半と後半の最後とかって全然能力違くて、まあそれこそ真ん中にシーズン更新とか挟むと、レギュラー同士とかでね、前後半比べてもちょっとやっぱりね、後半の方が強かったりとかするので、まあその時が経てば経つほど、まあ要は新しいカードが出やすい環境にどん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 なっていくわけですよ、強いカードが。ってなってくると、その今、今の時間軸で持ってる選手というのは、今だから強いと思うけど、もしかしたら時間が経つと、 あれ意外とそうでもないなとか、なっちゃう可能性があるんでね。で、まんべんなく育てていくと、それに結構ひか、なか引っかかりやすいというか。まあ、例えばそのね、四突五突ぐらいやったときに、あれみたいな。<laughs> なんか、なんか四突五突ぐらいしちゃったけど、こっちの選手が強いのはじゃあ入れ替えないといけないなっていうのが頻繁に起こっちゃうと、この四突五突っていうのが無駄になっちゃうんで、だからこれをの、この無駄を防ぐためには、もう一人一人ちゃんと、 それなりに仕上がった選手からバーンと育成していかないと、この無駄突というのがどうしてもね、増えていく傾向にあるので、まあ、しっかりと一、まあ、人ずつ育成は、まあ、個人的にはする方がいいんじゃないかなと思います。まあ、未参とかもね、有限なんで、うん、まあ、有限のね、資源をね、どう使うかは本当にそのユーザーの方次第のね、まあ、腕,腕の見せどこなんで、まあ、なるべくやっぱ無駄遣いをしないっていうのが大事だと思いますし、まあ、それがやっぱり強くなる近道だったりするので、 まあそこはね、しっかりと意識していった方がいいんじゃないかなというところで、ここ見ていただいている人に全体にアドバイスをしておきたいなと思います。はいということで、今回ね、GK クリニック第11回目をやっていきました。まあ、テーマとしては育成というところにね、重きを置いてやりましたが、まあ、今持ってる選手を育てるべきか、新しい選手を連れてくるべきかという、この境目、まあ、もしくは22シーズンのカードを育ててまでスタメンにしていくべきかとか。 まあ難しい判断がね、やっぱり付きまといます。まあこれはずっとやっぱ J クラやっていく中で、まあ今更この選手ね、例えば今更22シーズンの選手を育ててもいいのかなとか、まあそれはやっぱり自分の置かれてる状況とかお気に入りチームがどこかとか、まあそういったところにも寄ってくると思うし、まあいずれ育成しそうだなと思えばね、先にね、その選手に育成しておいてもいいんじゃないかなと。まあその7割カット、まあ7割で3割カットのデメリットを受け,受け入れつつ、 まあ育成するっていうのも、まあ、その判断によってね、その、まあ、選手によって当然変わってくると思うんですけど、育成しやすい選手もいればね、ちょっとしにくい選手も当然いると思うんで、まあ、それがどういった選手に自分が、ね、悩んでる選手が当たるのかっていうのをね、しっかり考えた上で、ぜひね、皆さんのチーム作りに励んでみてください。では、今回の,の GK クリニック以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。